ご参拝の皆様にお知らせいたします。八重垣神社におきましては、まもなく出雲の国神仏霊場合同祭事第16回世界平和祈願祭が始まります。お時間のある方、拝殿前の一席におかけになり、ご参列くださいませ。第16回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭を執り行います。祭典の始めにお清めの儀式である主罰の儀が執り行われます。払い主により払い言葉が奏上されます。ご参列の皆様方、ご起立の上で祝詞の間軽く頭をお下げになりお聞きくださいませ。出幕もかしこきいざなぎの狼、吉野ひむかの立花の踊の萩原に、急ぎ払えたまいし時になりませる払えどの狼たち、もろもろの間がごとつみけがれあらむおが、払えたまい清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみかしこみも申す。祭員がおぬさを持ちてお祓いをいたします。殿内の皆様、ご起立の上で軽く頭をお下げになりお受けくださいませ。祭主一杯の儀、ご参列の方全員の方がご起立願います。ご神前の方をお向きになりまして、祭主に合わせ深くご一礼くださいませ。様へお供え物を立てまつる献銭の儀にございます。ご着席のままご覧くださいませ。正面のご神前以外に二十社寺から
特産品が奉納されております。拝殿向かって右手のところにお供えされております。次に八重垣神社佐草俊国宮司により祝詞の奏上がございます。合唱礼拝。
毒を持って甘い国一切に及ぼし、我らと主張と港に仏道は上善こと。合唱礼拝。続いて冷泉流和歌披講を伝承する会の皆様による和歌の献詠でございます。皇子参りたまえ。おう。御神栄薬も立つ伊豆の八重
治演座の会名誉座長、出雲国葬、出雲大社を封じ、千家高政様代理、出雲大社を千家長彦本宮寺様。本日奉仕しております20社員の座員は起立の上列拝ください。玉串拝礼を納めといたします。神前のお供え物をお下げする鉄線の儀でございます。皆様方ご着席のままご覧いただきたいと思います。ご参列の方全員の方がご起立願います。ご神前の方をお向きになり、祭祀に合わせ深くご一礼くださいませ。お直りの上でご着席ください。ここで本会名誉座長千家高政様代理、千家長彦様によりご挨拶がございます。
本日新型コロナウイルス感染症拡大により1年間延期しておりました出雲の国神仏霊場第16回世界平和祈願祭をここ八重垣神社にて再興させていただきました。今年は収束の見えない新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みまして皆様のご参列をご遠慮いただき出雲の国社寺円座の会の一部の関係者に限って参列いただいての祭事再興という形になりました。本祭事では世界平和の祈願祭並びに新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束を神仏の垣根を越えて三院の一丸となりご奉仕いたしましてつつがなく祭事を収めることができました。これもひとえにご理解とご協力を賜っております。皆様をはじめ関係者の方々のおかげと存じ上げ厚く御礼申し上げます。この世界の平和の祈りはその祈りとともにそれを行動へ移すことが何より必要とされます。神仏へ祈りながら一人一人が和情の心を持ちその心で日常生活を積み重ね世界の平和へ向け行動することが大切であります。この心は新型コロナウイルス感染症収束にも通じております。日常生活においてコロナウイルス感染症予防対策としてマスクの着用や手指消毒3密を避ける行動をしておりますがその行動とは互いに気を配り互いを助け合うこと和やかに譲り合うことであります。その和情の心からの行動が医療従事者を助け老若男女を問わず周囲の人々の命を守り新型コロナウイルス感染症収束へ向けた私たちができるとても大切なことではないでしょうか。今日の祈りが神仏に通じて日本をはじめ全世界がより良い方向へ向かいますことを願っております。令和3年5月23日出雲の国社寺円山の会名誉座長出雲国葬出雲お社宮司千家高政代読でした。ありがとうございました。祭典の結びにあたりまして出雲の国社寺円座の会勝部高次座長がご挨拶を申し上げます。本日ただいま松江市のこの八重垣神社におきまして第16回出雲の国神仏霊場円座の会の合同祭世界平和祈願祭を再興いたしました。ご承知のごとく昨年の春先より世界は人類の新型コロナ感染に見舞われ不安と恐怖に苛まれております。このような状況下にあって、今こそ私たち
神仏の宗教者がその垣根を越えて皆さんの先頭に立ってコロナの鎮圧収束を神仏に祈るべきだという思いから本日の祈願祭の再興に至りました。どうか私どもの祈りが神仏に届き、一日も早い鎮圧収束が達成され、再び世界が人類が安らぎと平和な日々を取り戻せることを祈るものであります。はらはだ簡単ではございますが、皆様方のご協力ご奉仕に対しまして厚く御礼を申し上げご挨拶といたします。ありがとうございました。以上をもちまして第16回出雲の国神仏霊場合同祭事世界平和祈願祭をお済みとさせていただきます。